スタートしました。そろっとした感じでスタート。まず横に広がって先行争いは11番ノアの祈り、内から楽に5番のグランデコマンドが飛び出してきました。グランデコマンド、あとはカシノフレンジー、カシノタンバリンの8枠両頭、内から追い上げて6番のカシノリノが追走で、間からエフェクトが今一気に3番手まで上がってきました。あとは10番鉱山ギザス、さらに外にカシノタンバリン、これから3コーナーのカーブを目指します。2馬身後ろに16番ヨカオゴジョ、それから2馬身下がって9番の霧島翼が追走で、これから3コーナーカーブ、3コーナー回ってテイエモハラハー、12番のテイエムクロウサギ、緑の帽子2頭、残り600切りました。2馬身後方を追い上げる宝山キックが追い上げていきました。その後ろからはノアの祈り、下がって大きく後方は遅れていますが、小橋上長、それから2番のカシノリコーダー、後方に遅れて3番のカシノゼウス、さらに大きく2頭遅れていますが、テイエムヒトンギ、さらに大きく後方遅れてテイエムチラオ、番組は4コーナーカーブから直線コースに向いていますが、さあ一気にエフェクトが先頭、8番エフェクト抜け出して残り200を切りました。2番手から5番のグランデコマンド盛り返してくる、外からじわじわっと9番の霧島翼が3番手に上がってくるが、楽々と8番のエフェクト1馬身半のリードを取ってゴールイン。5番のグランデコマンド2着、3着に9番の霧島翼。